ノージスバンク、ノルウェー銀行は、ノルウェーの中央銀行。中央銀行の伝統的政策である、金融システムの安定と物価の安定を目指す、金融政策に加えて、ソブリンウェルスファンドである、ノルウェー政府年金基金を運営する。ノルウェー王国の中央銀行であることから、ノルウェー中央銀行と記述されることもある。ノルウェーは、欧州連合に加盟しておらず、 ユーロ圏ではないため、独自の通貨ノルウェークローネを発行している。2009年12月31日時点、ノルウェー銀行は589名の従業員を有する。すべての経営陣は、ノルウェー国会による決定の後に、ノルウェー国王ハーラル5世が任命する。理事会の議長であるスベイングイエドレムは、ノルウェー中央銀行の総裁である。総裁と副総裁は、 毎年、ノルウェーで起きた多くの出来事について、スピーチを行う。ノージスバンクインベストメントマネージメントは、ノルウェー銀行の別部門であり、ノルウェー政府年金基金を運営する責任を負う。ウンビムは、ノルウェー中央銀行の外貨準備も運営する。ウンビムは、世界的に、証券市場や、金融市場に投資している。不動産投資部門も含めて、日本も、 資産運用の対象となっている。歴任総裁一覧は以下の通りである。ありがとうございます。